続いてのスピーカーはこの方竹村真一さんです。それでは盛大な拍手でお迎えください。はい、皆さんこんにちは。えっと今日は地球の話をするんですけど。 地球の話をするにはかななり狭いステージだなと <laughs> え私はほつき回って歩く歩きながら喋ることが多いんでちょっと落ちちゃうかもしれませんがこれはあの今メディア,アンビション東京で展示している内田茂さんの茶室とコラボレーションして。 地球儀もうリアルタイムの,あの衛星とつながってあのリアルタイムの雲とかいろいろ表示するんですが同時にどこが昼でどこが夜でっていうのをこう表示してだんだんその昼と夜の12時点の場所がだんだん移ろっていくとほんでこれは実はこの下でやってる次のあれで、えー、今日はですね私あの実演ができないのでこれ あとで11時ぐらいから、えー、夕方がおすすめです。12台の地球、それぞれ日本とか中東、ヨーロッパずっとこう、えー、それをリアルタイムで表示してます。であのまあ、えー、バイオリン弾きが弾けなくて楽器だけ見せてるような状態なんですけど、実際にはリアルタイムの雲の様子とか地球温暖化とか。 世界の人口爆発とかいろいろなことがこうどん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 表示されてこれを楽器のように弾きながら国連とかでスピーチもしたりいろいろ普段はそういう活動をしてるんですがなんでこんな地球儀を作ってるかと基本的には私はもともと文化人類学者なんですが21世紀に入ってもまだ 16世紀の信長の時代のメルカトール地図で子どもたちに地理、歴史、環境問題を教えている、こういう時代作動だろうということで、なんとか21世紀の子どもたちを育てるには21世紀の地球儀が欲しいという発想だったんですが、その原点はやっぱり、ずっと世界を80か国以上、まあ、ほつき歩いて、そんな中でいろいろ出会ってきたんで、でこの地球の現実とか地球のリアルっていうのをこう伝えるツールがない。 ないんだったら、えー、誰も作ってくれないんだったら自分で作ろうということでああいう地球儀を作っていったということですねこれは全部自分で世界で撮ってきたあの映像でニューギニアだのインドだの。 あのいろんなところへ行ってきましたがこういうことを話すとですねなんか原始人のところへ行ってきたのとかよく昔は言われてましたがそうではなくてとっても現代的な旅だと思いますというのは6万年かけて人類はアフリカから世界全体に行きましたこのフエゴ島の一番最先端まで1万年前ぐらいに到達してますが私ここも行きましたこの6万年の旅を1人の人生の中でできる人類史上初めての世代なんですよ私たちは。だから 極めて現代的な旅を私はしたと思うんですね自分の人生でグレートジャーニーをやってしまえるそれがそういう時代にきっ抗したメディアを作りたいと思った動機2なんですが動機3になりますとついていいてけないですね20秒 <laughs> あのやっぱりね現代っていうのはすごい人類がガリバー化しちゃった時代です、えー、毎日21万人人口が増えてるってリアリティあります 年間7800万人ぐらい増えてます365で割ると毎日21万食多く用意しなきゃいけないその半分以上が都市に住んでますから毎週1個100万都市が誕生するそのぐらいガリバー化している人類なんですよで100年余りで都市の気候を変えてしまった CO24 割増しです、まあ、CO2 を出してる車っていうのはですね200馬力の車ですよね200馬力って考えてみると200頭の馬車が皆さんの 200頭の馬が皆さんの馬車を引っ張っている一人一人が200頭の馬を狩るそれが昔は G7 って7億人程度だったんですが今は G20 っていって30億人ぐらいが200頭の馬車を狩る暮らしをし始めているもう全然人類と地球の関係が変わってきてるんですね。 ところが19世紀とあんまり変わらない形で私たちは地球に比べたら小さな存在ですなんて言って私たちは小さな存在だから何したって大して変えられないよそれ嘘です100年間で人類はガリバー化しましたほとんど1000倍の大きさですバーチャルにこう AR で見ると地球の中で1000倍の大きさになった人間が75億人20世紀の初めは16億人ですよ今76億人ですもうすぐ100億人1000倍の大きさの で地球温暖化の話が今ちょっと出てましたがシリアの内戦とかアラブの春も実は底辺には8年間続いた干ばつとかですねそれは北極の温暖化が原因になっているとか実は気候変動とか水の問題とか食料問題に本当にタックルしないといくら難民を減らそうテロ,をテ,ロリストをテロリストをなくしたいならテロリストが生まれるような温床をなんとかしなきゃいけない。 そこにメスを入れない限りいくらもぐらたたきのように叩いてたって後から後からではいからもうこんな時間で話せることではないんですがイエス・ウィー・キャンちょっと古くなりましたけど本当にあのこれ上のコースはずっと化石燃料を使い続けていくとこのコースなんですがもしパリ合意を実現したとしたら2050年に CO2 半減2070年ぐらいにゼロにすると相当未来は変えられる詳しくは。 ああそこにある地球儀で見てください。地球温暖化違う未来があるんだって言ってくださればちゃんとうちのデモンストレーターがすぐそこでお見せできますので,でいずれにしても私たちは宇宙に出て地球を発見した宇宙に出ることによって地球ってどんなすげえ星かということを再発見したと同時にこの地球は 実は最初から神様が作ってくれたわけじゃなくて生命が地球を改造しながら作ってきた例えば私たちこうやって酸素を呼吸してますが原子の地球には酸素はありませんでした光合成生物というのが大体20億年前ぐらいに大繁殖してわーっとこう CO2 を吸収しながら酸素をブクブク出して酸素のなかった地球を酸素に満ちた星に変えたただ酸素の一部がオゾン層に変わって UV カットしてくれるようになったんでやっと紫外線が降り注ぐ危険だった 陸上に植物が繁茂し始めて緑の地球に変わった緑の地球とか酸素に満ちた大気っていうのは最初からあったもんじゃなくて生物が地球を改造して作ってきたもんなんですよだったら私たちも地球をポジティブにバージョンアップするお役に立てるはずだよねそれほどガリバー化した人類の力は大きいでその大きい力を今ネガティブな方向に使っているけどポジティブな方向に使えば すごく私たちは地球を進化させる地球を進化させるっていうとちょっとあれっていう思われるかもしれませんがそれほど人類の力は大きいんだよっていうことを次世代には伝えたいっていうことなんですねで終わっちゃいましたけど、えー、はいこの辺で終わりましょうか <laughs> あのいずれにしてもですね我々が農耕革命とか都市革命とか精神革命とかなんとか革命って名付けてるものって全部気候変動気候が悪かった時です。 のほほんと生きられるときにイノベーションは起こりませんだから次のイノベーションの時代に私たちは生きていると思っています詳しくはあちらへどうぞありがとうございました竹村さんありがとうございましたあのシティビューのあの地球がある茶室私も行ったんですけどもあれはですね 片肺でありましてもう片肺がようやく一昨日そこにウエストボークの今日朝その前を通ってきたんですけど、はい、なんか地球儀らしきものが12個ほど並んでたんですが、はいはい、あれはどんな感じにこう、はい、え11時ぐらいになるとそれに命が吹き込まれます、はい、でもあそこ明るすぎて、はい、ちょっと地面に映ってる地球とかちょっと見にくいので、はい、どちらかというと4時以降 <laughs> 夕方夕方行かれると。 いいなと思います。とりあえず十一時にあそこは、はい、あのとにかくリアルタイムの世界の窓が開いている空間としてデザインしています。わかりますちょっと行ってみます。はい、はい。ありがとうございました。